どうも、うずです。本日はアップルの新製品、iPad Air 3に関しての記事がちょっとまたネットニュースで上がっていたので少し喋りたいと思います。でその記事というのが2016年3月の発表が噂される 9.7 インチ画面版の新 iPad で、これまでは iPad Air 3ではないかと言われていたんですが、どちらかというと iPad Pro シリーズになるかもしれませんという記事なんです。その理由としては iPad Pro と同じ A9X プロセッサー、あとは Apple Pencil にも対応している。で、図面なんかを見てみるとスピーカーも4つになるんじゃないかなって、これまあ噂なんでしょうけど、わかんないけどね、言われていて、だからどちらかというと私が使っているこの iPad Air 2、 Air 2の後継の iPad Air 3というよりは iPad Pro の小型版っていう認識がいいんじゃないでしょうかみたいな話なんですね。でもちょっと待てよと思うんですよ、私個人的に。 iPad Air、まあ iPad Pro、大きいやつ、どっちでもよくね。だって別に iPad Air 3、このね、同じサイズでこれの後継機種で CPU のね、性能が上がった、Apple Pencil が対応になった、スピーカーがより良くなった、それって単純に iPad Air 3って言ってもいいじゃないですか。なぜそれを iPad Pro シリーズの小型版というのかが意味がわからない。だから Apple の方で名称を今後はこの iPad Air シリーズ、まあ、iPad の通常版って言い方かな、これを iPad Pro シリーズというふうに名前を統一しますよっていうんだったらわかるんです。今度出る機種が iPad Air 3ではなくて iPad Pro の小型版っていうような言い方をする、シリーズを分けてる理由が全くわかりません。まあ、iPad Pro に関してはともかくその大きさですよね。あのプロの方、クリエイターなんかが書きやすいようにサイズがでかくなって、イラストも書きやすいね、高性能 CPU を入れて、ですごい便利な Apple Pencil っていうツールを用意したから iPad Pro って呼ぶのもわかるんですけど、まあそれがサイズがね、こじんまりして中身の性能が iPad Pro と同性能だから、これはもう iPad Pro シリーズでしょっていうのもなんかピンとこないんですよ。まあそれはそれで合ってるとは思うんですけど、プロ用のツールって意味ですかね。まあ何にしてもあの iPad の新型が 9.7 インチの新型が出るっていうのは非常に興味深い端末ですよね。まあ、今回ちょっと簡単なアンケートやろうと思います。今後のシリーズ、私も iPad Pro として出てくるのはいいと思います。 MacBook もね、一時期 MacBook って呼ばれていて、 MacBook と MacBook Pro って分けられてたんですけど、結局 MacBook Pro が主流になってしまって、まあ、そういう形での時代の変化という意味では、私は iPad Pro シリーズとして今後12インチ、 9.7 インチ、まあミニはちょっとミニにしといた方がいいかな、そういう形になるのでいいと思います。ややこしいからね、ほんとね、 iPad ね。でいつものアンケートなんですけれども、アンケートの方は、皆様は今回出る 9.7 インチの iPad、iPad Pro と呼んだ方がいいのか、iPad Air 3と言った方がいいのか、または、それとは全く違うネーミングになるのを期待しているというアンケートを取りたいと思いますので、ぜひご協力くださいませ。別に何かが起こるわけではありませんが、うずの動画いつもこんな感じでゆるくガジェットの話などを行ってますので、他の動画を見てみて、もし気に入っていただけましたらチャンネル登録の方お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。今回の動画を見てくれていた人、パソコンモニターに映ってる画面わかりますよね。新女神転生4のファイナルっていう 3DS で出てるソフトなんですけど、私ねこれやりたい、まあマジ やりたいんですよ。でもやらない理由があって、あの新女神転生4 Nintendo 3DS を購入した時に、ダウンロードして遊んでいたんですけど、途中で止まってるんですよね。ちょっとね、話つながってるからそっち終わってからにしようかなと思ってるんだけど、すげえやりたい。